ジムチャンネルです。11月17日、視聴します。ガソリン3000円、お昼ご飯ドンタラ丼910円。レシートはないですが、お米農家さんから30キロのお米を8000円で買いました。100円貯金を書いて、算は29,962円です。貯金欄に100円書いて完成。お米嬉しかったな。それではまた明日。お疲れ様でした。